行くぞー、 1,2,3 ダー。どうも、おはこんばんちは、キジトラネコパンチと申します。ご無沙汰しておりました。ホープルステックスですね。12月26日明日土曜日、まあ現在一番人気が、ラウンドオブリバティですね。単勝 1.1 倍台ですよ。まあ、ちょっと私ストマックさんの動画見てしまったんですけども、ストマックさんも本命にしてましたね。ただ私キジマックの本命はラウンドオブリバティではございません。まあ、ちょっとお酒が張りすぎておりますので、これからちょっと簡潔に述べさせていただきたいと思います。実際ホープルステークスの時はウィン5を私毎年必ず購入してますので、まあ、そちらの方に結構ね頭を使いたいかなと思っております。令和2年12月26日第37回ホープフルステークス、キジマックの本命はこの馬だ。本命はダノンザキッドです。先週の朝日杯フューチャリティステークス、見事カード奇襲、私が予想してたらまずね一着はないかなと思ったんですけども、まあ、見事一着、まあお見事としか言いようがなかったですよ。カード騎士シルバーコネクターで G1 が勝てない勝てないで言われてきたんですけども、まあ私もねクリソベリルの時はもう散々言いましたけど、ここはもう間違いないと私は思ってます。逆に3番のあれですよ、ストマックさんの本命馬の方が私的にちょっと怪しい。三浦康生騎士ね G1 初勝利かかってますけども、非常に怪しいなと私は思うんですよね。まあいいでしょう、まあ、私としてはダノンザキッド本命、対抗あたりにタイトル11番のタイトルホルダーですね、あと12番のアドマイヤザーゲ、この2頭あたりが結構来そうな感じはしますね。あと、まあ、キジトラナンバーの1番の、まあ、ヌメール騎手、これ、まあ、ヌメール騎手が乗るということで非常に人気はすると思うんですけども、オーソクレースと、まあ、ストマックさんの人気なのかはわかりませんけども、単勝今1.、まあ、23時点、単勝 1.7 倍ですよ。ランドオブリバティですね。まあ、こちらあたりかなと思いますね。あと9番の青い衣あたりも私ちょっと気になるところではございます。ただまあ 10番のダノンザキッド、こちら軸で私は今回ちょっと買わせさせていただきたいと思います。ウィン5これからちょっと調校をしなければいけないので、まあね今回は有馬記念が2020年最後の G1 ということで、まあ、有馬記念私現地行きますので、まあ、キジマック最終章100万円勝負をが待ち構えておりますので頑張ります。以上です。あと阪神カップについてなんですけども、阪神カップはもうインディーチャンプ軸で本命で仕方ないかなというところが私の見解でございます。
まあ、ウィン5ではこれ一等本命ではおそらくいかないと思うんですけども、まあ、いろいろと考えさせていただきまして、まあね、日曜日の有馬記念につなげればいいと思っております。以上です。